気合入ってっからよろしく。いいですね。エントリーナンバー2番橋本七海。意外と違和感感じねエントリーナンバー3番石野七瀬。お前マジ泣かす。あ、かわいい。いいですね。エントリーナンバー4番松村さゆり。熱々のたこ焼き口の中入れたろか。エントリーナンバー5番秋元真夏。本当の姿はこっちなんだよこのクズ野郎。エントリーナンバー6番畑中聖羅。つうかマジだりんだけど。攻撃的じゃないですか。ものすごい完成度ですよね。顔がちょっと怖いですね。白石さんすごい怖いですね。西野さんがまさかの。可愛い。なんて言いましたっけ西野さん最初の。お前マジ泣かす。俺すぐ泣くと思うよ。すぐ。はいはいはい泣きますよって。次はいますよね。もうお似合いですよ畑中さん。こういう普段の服はこんな感じ？ちげえよ。根性を見せろヤンキー選手権。まず初めは。舐めたら潰すぞ。いいんじゃないですか。最初ミスはいいんじゃないですか。舐めたら潰すぞ。何で潰すんですか。手すごい握力ですよ。なんだよお前ダメだな。急には難しいですかやっぱり。ちょっとちょっとうん、おっと声の音変えましたよ。難しいかい。しばらく来ないと思ってたそんなことはないですよ。そんなことはないですよ。泣いて済むんやったらな警察いらんねん。おー、かっこいい、かっこいい、かっこいい。極道の妻たちにねありそうなセリフですね。かっこいい。何度やってもあたいには勝てねえよ。おー、いいんじゃないですか。高校なんてやめてやるよ。いいです。いいです。いいです。この子というのを自分の設定にもしてるでしょ。いやー素晴らしい。ちなみに何年でやめちゃう設定で言いました今。1年足らず。何があったの。なんか、うん、ちょっと人間関係。リアルリアル。その後も。お前どこ中？なんだね。お前何うちの男の後ろ座ってんだよ。すごい。ブンスカ怒ってんだよ。かわいい。かわいいね。ヤンキーがヤンカワですね。ヤンカワ。ヤンカワ。ヤンカワ。やばい。プリクラ代よこせよ。あーいい、いいです。すごい。残っ、すごい。もっと畑中さん持ってますね今日。